あ、台本の作者だ。相変わらず食い地が張っておるの。二郎系ラーメンを油増し増しで注文してるらしいわよ。油ね、油油。そういえば今月のテーマも油じゃなかった。あ、オイルでしたよね。うわー、強引にテーマへ持っていったわね。自虐ネタまで披露して出たがるとは、さすが電波の私物化もどうに言っておるの。ということで指令じゃ。純正オイルのラインナップを研究せよですね。スバル純正でもこんなにあるのね。うん、今日はこの中でも富士スバルで最も販売実績の多い3種類のオイルについて研究しよう。まずは富士スバルで一番販売量の多いスバルモーターオイル 0W20 についてお願いします。このオイルはの API 規格の SN とウィルサックで最高評価を獲得した環境に優しいスタンダードオイルじゃよ。スタンダードオイルって安くて性能がいまいちだったりするんじゃない？そんなことはないんじゃ。ベースオイルは 100% 化学合成に加え、 API 規格 SN とウィルサック規格 GF5 と両規格で最高グレードを獲得している高性能オイルじゃ。また排気ガス浄化システムの保護性能を高め、装置の寿命延長と有毒ガスの排出抑制、環境に優しいオイルじゃよ。リーズナブルでも性能はいいのね。ターボ車を除く 0W20 適合車で燃費が気になる人、排ガスなど環境への意識が高い人など幅広い方におすすめじゃよ。次にスバルモーターオイル 5W30 について教えてください。これこそスタンダードと言えるオイルで、シーンや車種を選ばないトータルバランスに優れる万能オイルなのじゃ。これは私も知ってるわ。ターボ車にも対応する性能を持ちながら、リーズナブルな値段と省燃費性も併せ持つオイルなのよね。その通りじゃ。 API 規格 SN とウィルサック規格 GF5 と規格で最高グレードの高性能オイルじゃ。スバル純正オイル唯一の部分合成油で、ドライブシーン、使用する車、季節を選ばず高性能を発揮するのじゃよ。新型のシフォンを除く全てのスバル車に適合するのよね。なるほど、これを選んでおけば間違いないオイルなんですね。次はプレミアムオイルでプレイヤードゼロをお願いいたします。これは 100% 化学合成油で、ベースオイルに PAO を使用し、省燃費性能と高いエンジン保護性能を両立させたオイルなんじゃ。 PAO って何？ポリアルファオレインといっての、低温の粘土特性がよく、高温時も厚い油膜を形成し、熱による酸化にも強い化学合成オイルのことで、軽快なフィーリングでドライブすることができるのじゃよ。どんな車に使えるんですか？このオイルはアライアンス車を除く全てのスバル車に適合しておるんじゃ。どんな人におすすめなの？山道や渋滞道路を走行する機会が多い人や、寒冷地にお住まいの方、ちょい乗りが多い人と、軽快な使用ヒーリングを求める方に向いておるの。幅広い使用条件でスタンダードオイルに対して常に高い性能と滑らかなフィーリングを発揮するオイルなんじゃよ。僕もみんなと滑らかな人間関係を維持したいです。オイル飲んでみる？これこれ、仲良くせにはいかんじゃろう。そんなことよりエンジンオイル交換はスバルのお店に行って、どんなオイルが自分の車や使い方に合っているか相談で決まりじゃ。